はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。康二引退についてです。おしゃべり草野郎こと康二がようやく俺の夏休みが始まったと夏休みに入るそうです。このまま休みを続けて引退してほしいものです。ちなみに先日行ったボクシングのエキシビジョンでバッティングをしていたヒロキングは犯罪者でした。予想通りです。次のニュースです。アイドル格闘家デビューについてです。我らのアイドルキョンキョンこと小泉京子さんが格闘家デビューするかもという噂が流れてきました。乞うご期待です。次のニュースです。須田萌里ちゃん快挙達成です。なんと我らの女子高生ファイターの鏡須田萌里ちゃんが同じく女子高生ファイター漫画の花格にスポンサードされたようです。可愛すぎる女子高生ファイターとしてブレイクしてくれるのではないでしょうか。次のニュースです。美人柔道家快挙達成です。なんと美人柔道家ビロディドちゃんが腹筋を見せていました。しかも1年前の五輪後から10キロ以上増量しているそうです。魅力しかありません。次のニュースです。斉藤豊引退試合の相手は〇〇についてです。元シュート雷神2冠王者の我らの斉藤豊選手ですが、なんと引退試合の相手に関して匂わせていました。家電量販店で見た新作の冷蔵庫が凄まじい機能で驚いたと、冷蔵庫を相手に練習していたのです。おそらく黒い戦う冷蔵庫こと武田浩二選手と戦うのではないでしょうか。絶対違います。次のニュースです。平本蓮、重大発表で朝倉海に喧嘩売るについてです。我らの色白を持ち肌ポメラニアンより可愛い平本の蓮くんですが、重大発表格闘家平本蓮と朝倉のトップチームの弟係朝倉のカイピョンが炎上したそのままのタイトルで重大発表を行っていました。なんとあの平本の蓮くんがポップアップストアを開催するそうです。しかも朝倉のカイピョンは整理券自体がお金がかかるのですが無料であるとのことでした。快挙達成です。次のニュースです。堀口恭司対戦相手決定です。ライジン38まで1ヶ月近く迫ってきた中、全く対戦相手が決まってないのがライジンのしょぼしょぼ運営ですが、なんとツイッターで堀口恭司選手の対戦相手の情報が暴露されていました。あのモンスター井上尚弥選手と戦うようです。日本の最高傑作の空手家とモンスターが戦うのであれば東京ドームも前になるでしょう。朝倉のミックのメイウェザー戦は前座でいいと思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら、さよなら、さよなら。